があるんですけど、それとかはまたロキとは違ったなんか感じが出てるのかなと思って、その2曲でなんとなく。はい、そしてお待ちかね。どのような実感という感想を持たれていますか。そうですね、はい、今日 YouTuber さんたくさん出ている中で、はい、自分が生まれたのいいのかなと思ったりしましたけど、でもなんかロキっていう曲がすごく YouTube でいろんな派生がたくさん、はい、みんな楽しんでいただいてるみたいで、まあそれで呼んでいただけたのかなと思うとこなんで、すごく嬉しく思ってます、はい、いやもう本当忙しかったですね、はい、まだ終わってないですけど、もうお尻の方まで忙しい、はい、でもなんか激動の1年というか、まあでもこのファンフェスに出れたこともすごく大きなことだなと思ってます、はい、難しい、なんかいっぱいあるけど、はい、まあミキッド P の入門としては、はい、今でしたらやっぱりロキって、はい、なんか僕らしさが出てる曲って言えば、はい、僕は初音ミクとキスをしたっていう曲があるんですけど、はい、それとかはまたロキとは違ったなんか感じが出てるのかなと思って、その2曲でなんとなく、あ、こんな感じの人なのかって分かるかもしれないです、はい、そうですね、はい、僕も同じ感想、はい、ちょっとなんか落ち着いた時期は何年か前にあったのかなと思うんですけど、はい、最近またみんないろんなボーカル曲を書いて出してるとか、なんか昔よりなんかこうなんていうんですかね、いろいろボカロもなんかこうシーンの流れみたいなのがあって、はい、今はなんかあんま殺伐とせずに、なんかこうみんな本当に好きな感じでやってるっていうか、はい、そういう意味ではなんかすごく最初の方に戻ってきてるのかなっていう印象はちょっとありますね、まあベッターかもしれないですけど、まあ、最近やっぱカジサックさんちょっと見てますねあと YouTuber なんでしょうかね、ちょっと YouTuber だとは思うんですけど、ファミコン芸人の藤田さん、はいはい、好きでよく見てます